どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。パワーウォッシュシミュレーターやっていきたいと思います。ま、洗車するゲーム、洗車に限らずか、パワーウォッシュなんでね、高圧洗浄ゲーか、やっていきたいと思います。まずはキャリアモードで自宅ガレージでバンを洗浄するということで、いい知らせだ。ついにオークションで君の予算以内でバンを見つけたよ。見て驚くなよ。湖の底から上がったような見てくれだが、それはつまり誰もそれを欲しがらないって意味だろう。もったいないよな。目も覆いたくなるような汚れの下には傷一つない感動品だ。感動品さ。いいエンジンが入ってるし錆びてない。しかも荷台には道具だって入っている。洗浄が必要だが、綺麗にすれば君のものさ。これを洗浄すれば晴れて高圧洗浄名人の称号を得るってもんだ。ハーパー賞からのね。詳細は？あ、各場所に価値があってゲットすればもらえるって感じか。めちゃくちゃ汚ね。どういうことよ。作業開始。あ、いろいろある、いろいろ変えられるね。まあまあ、要所要所確認しようかな。ポチ、始まりました。どうやら 100% にするのがすごい難しいらしくて、まあ言うてね、言うて大丈夫よ。マジで汚ねえな、おい。どういうこと？あー、オッケーオッケー。あ、いいね。めっちゃ綺麗になったじゃんね。なんかタブキーで汚れを確認する。汚れでしかないじゃねえか、お前。これ、これ多分黄色くハイライトしてるとこ全部汚れだな。ここだけ綺麗になってる。こういうのね、汚れどんどん落ちちゃうから、あるね。はい。すげえジャンプ力じゃん。上から、あ、いいね。ノズル変えられて、汚れきれいにしていく感じじゃない？これもっとさ、え？乗っていいんだ。乗っていこうか。じゃあ行きまーす。あ、きれいになってるね。おら！あー、いい、ケルヒャー。どうよ？あー、綺麗になってる。あ、ちょっと汚れちょっと残ってるけどね。いいね。じゃあまずは上からやっていこうか。はーい、上の汚れ落として。すーげー、あ、気持ちいいねこれね。どんどん汚れ落としてこうね。はい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 。なんかあー、これを拾うか拾わないかってことね。最高だねー。あ、え、俺なんかタンクでも背負ってんのかな。コードが見当たんないけどね、この。うわ、ちょっと汚れついてる。うわ、あ、いいね。まずは上からだね。おら、おら、すごい、鳥の糞みたいなのもついてる。きたね。早く取らないとね、塗装が傷んじゃうから。よし。誰も欲しがらねえ車か。でもこんな綺麗になるんだね。あ、まだ残ってる、ここ。よし、気持ちいい。ふぅ、で、こっちか。はい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 。あー、素晴らしい。 19% 左上洗浄済みになってるな。上は、あ、まだ残ってる。自分の歩いたところも汚れるとかそういうのだと困るけど、これ上大丈夫そう。いや、ここちょっと残ってる。これしゃがむのは、どうやった、ヘルプねえな。しゃがみ方がわかんねえぞ。ああ、ノズルが変わった。あ、広範囲モードってやつだ。おお、めっちゃ強いやつこれ。上は大丈夫かな。まあでもこの牙やっとくか。あんまり強すぎるとね、塗装にダメージ入りそうなもんだけど、まあ大丈夫でしょ。オッケー、降りました。はいはい、上は綺麗になった。今度横行きまーす。こっちから行っちゃおうかな。ワイドにすると、乗っちゃおう。あれ、
汚れ取れんぞこれ。あ、これで取れるな。頑固な汚れだね。うわ、取れねえこれ。ほら、よし、なんて頑固なんだ。なあ、で、防風ガラスのとこの汚れの量が表示されてんのがこことか。オッケー、防風ガラスオッケー。ボディはまだまだだね。まずはでけえ汚れからやってっちゃおうか。あー、でも横のガラスもあるな。ガラスとかいっちゃう？全然取れてねえ。こんぐらいは。あ、で、あ、変えられる。はい、取れねえ。おら、もうちょい、どこだ。あ、この真ん中が。えい、窓きれいにしちゃおう。どうやらね、上の汚れが被ることはなさそうだから。あ、どこまでが窓？オッケー、サイドミラー、オッケー。楽しい気持ちいいな。ちょっとこれどけて、はい、おれ、よし、サイドミラー OK。 今どうなってるの？窓に防風サイドミラーが洗浄完了。次どこ行こうかな。あ、この後ろも窓先やっちゃおうか。ティーンと音が聞きたくなるからな。オッケー。あー、窓は先やっとかないとね。いや、そんなことないんだけどさ上から順番にやってくんだろうけど。どう？オッケー。さあ、次はどこ行こうかな。こっち側の面行っちゃおうかな。これ汚れ落ちるかな。あ、落ちてないな。ん、これで大丈夫か。どうよ。あー、ちょっと残ってんな。あー、落ちてんな。この水圧だったら大丈夫だ。お、現在の装備、パワーウォッシャー、バランス型軽作業向きの圧洗浄機。あ、なんか買えるみたいだね。他にも購入できる洗浄液もあるじゃん。洗浄液、まあでもあれか、もう水で落ちないやつも出てくるのか、普通の。あ、いいっすね。いいね、汚れが見えるってのは強いな。この力が現実でも欲しい。洗車する上で強すぎる。はい、ね、たまんねえな。おい、ゆっくり行こうか。あんまり早く行っちゃうと汚れが落ちる前に。あー、で、右クリックで押しっぱなしになるんだ。いいですよ、このまま。あー、もう何なのこれ。ちょっと待って、パワーウォッシュサービスだから、まあ俺の車なんだろうけど、なんでさ、もう名前が入ってる状態で汚れてるわけこれ。依頼してきたやつさ、わざわざ俺専用の車を作ってから汚した、そういうことこれ。なんて手間をかけるやつなんだ。でもありがとう。これ洗うだけで俺にくれるんでしょ。ゆっくり体を横にスライドさせたいね。
左スティック押すと、左スティック押すとじゃねえ、俺今キーボードマウスやってんだけどさ、もう押しちゃってんだけどボーンっていっちゃうから、これコントローラーか、ちょっとコントローラーでやってみよう。あ、コントローラー来た。あ、コントローラーもういいな、狙い撃ちすんのはいいけど、汚れはどうやって確認するんだい。あ、ここで変えて、あ、しゃがめるようになった。あ、十字キー右でいける。これはこうだな、もうコントローラーとキーボードの二刀流でいこうかな。あ、いけるな。おー、これ強い、これ強いぞ。あー、いいね、ゆっくり、コントモンゴリアンスタイルだ。あー気持ちいい、あー気持ちいい、どう。あー、ここ残ってんだよ、こうやって。あ、完璧だわ。あ、俺今ね、左手に XBOX コントローラーで右手にマウスっていうスタイルでやっております。完璧だね、いいぞ、いい、超やりやすい。あ、汚れがここだけ残って、いいです、いいですよ。んー、よいしょ。あ、美しい。あ、なんかここ汚れてんな。どう？ OK、 すげえな。変えて、あれ、あ、ボンネットはボンネットで一括りになってるのか、さっきボンネットいっちまうか。ティキーンがちょっと聞きたいでしょ、みんなね。うわー、頑固な汚れが。美しい。ボンネットにね、自分が反射したとき、なんかすごい嬉しいよね。あー、汚れが落ちてきます。めっちゃ反射してるじゃん、美しい。ゲームの設定ね、高画質でやっておりますんでね。ほら、ゆっくりスティックを左に倒して、あー、ボンネット綺麗になりました。グリルが今度は、右スティックでしゃがめるから、今度はここだな。おら、これ好き。あ、ヘッドライトあんの、おら。で、向きは、あらら、向きは、あ、これ、おら、あー、向き、あ、ここかい。よし、じゃあ大丈夫、もう操作覚えたわ。コントローラーの操作も OK、 そしてかつマウスとコントローラーという組み合わせで、これにしてこうだな。このゲームやる人はぜひ、マウスとコントローラーという組み合わせで遊んでくださいね。いやー、何の時だかな、俺もね、FPS ゲームを左手はコントローラーの右手はマウスという挑戦しようとした時があってね、挫折したんですけど、めちゃくちゃ難しいからね、あの普通に対戦ゲームとかは。よーし、どうだ。あ、いいね。あと、ここが、頑固ですね。あー、もうここはボディになるんだな。よーし、行くぞ、ゆっくりで、なるべく近づいて汚れを落とせ。あー、グリルはオッケーか。バンパーも汚いね。あ、来た、ハーパーショー。あの悪魔のようなお前さん家の前に粗大ゴミ回収車が止まってるんだ。やっといなくなるみたいだ。あそこに引っ越してくる人はきっと上質なうんたらかんたら。メッセージが途中で、ここに行くんじゃない？
あそこに引っ越してくる人はきっと上質な高圧洗浄機が必要になるだろうに、次の仕事の話来てんだもん。ハーパーすげえじゃん、どんどん仕事持ってきてくれる。 PW50FIA FIA。 おいおい、神ゲーかこれは。高圧ゲーだけどね。汚れは、あ、間違えた、十字キー右だからね。これはあれ、設定変えた方がいいかもな。あ、でも大丈夫だな。で、多分下も汚れてるから。汚れてるね。お、バンパー OK。 うわ、ここまだ汚れてる。ここ大丈夫かな。で、今度は下から行きましょうか。はい、ね。あー、まあタイヤもいっちゃおう。向き替えて、向き替えて。お、ホイールキャップ OK。 え、あー、いや、ここも汚れてる。やばいやばい、汚れを残しちゃいかんよ。 100% になるまで終われませんからね。うわ、タイヤそこも汚れるけどさ、届く届かないの問題ない？ですよね。あ、タイヤ OK？ あ、タイヤ OK だ。で、向き変えて。あ、これでも結構いけるな。いけるね。ゆっくり行こう。一番ワイドなやつで。根こそぎ。よし。気持ちいい。で、タイヤいっちゃおうかな。おい、こっちは。あ、いいね。あれ、これでいいか、これでいいのか。ちょっと汚れが残っておりますので、往復で。あ、扉いった。オッケー。あ、まだなんか残ってる。こういうしつこい汚れには赤の一点集中ガトツスタイル。いけたね。あー、どうです？だいぶ綺麗になったんじゃないですか。押し込んで。走れるのか。走る必要なんてないから、これ後で設定を左手がコントローラー、右手がマウスでできるように全部コマンド振り分けるわ。こっちが大丈夫そうだね。今度こっち、じゃ後ろ行っちゃおうか。広いやつで上やっちゃって。なー、しつこい汚れだね。どうだい？あー、いいね。うん？あー、いいね。いや、いるな。ここに、また間違えた。ここにね、ここにいるのわかる？ここにいる、ほら。ちょっと見える。あや！オッケー。ここもいる。ここにいる。な恐ろしいなよ、これ。まずは上半分いっちゃおう。水の表現すごいな。はい、よいしょ。どうだ。あ、汚れてんな。ここと、あれ、ここの汚れ取れない。取れたか。あー、 OKOKOK。 汚れを逃がさず、オッケー。あー、上はこれで
あとここだけか。ああ、離れてると多分汚れそんな落ちないね、これ。あ、いや、普通に落ちる。え？あ、いや、落ちないね。あ、でも当て続けると意外と、え、いけんのこれ。これ、こうゆっくりいけば。あー、いや、頑固なところは落ちてないな。まずはね、ザブーンとやるのもいいのかもしんないけど、あー、やっぱ人の手が触ってる部分とかは油汚れが、あ、全然取れない。いけ、これでよし。で、しゃがみたいので一段階しゃがんで変えて、水で汚れを吹き飛ばす。いやー、し、扉ダブルクリア。 77% まで来ました。まだあれなのかな、チュートリアルの横棒まで来てないか。あ、場所何、なんか考えてくれる。パーラ職人をグラウントトーマスと命名したんだ。で、ポニータイラ、何早いんだよな。ポニータイラの方がいい名前だったかもしれないな。あー、俺のね、パワーウォッシュじゃなくてなんだろうな、打ち水使いでもあるし、クランがいい、打ち水クランがいいだろう。称号ね、称号。ちょっとみんなにも考えてもらおうかな。コメントでお待ちしております。私の高圧洗浄や名前を募集しております。これはしゃがんだ方がいいな。あるね、あるね、オッケー。オッケー。あー、まだ汚れてやがったか。おらよ。あー、後ろはこれで大丈夫かな。一回確認しようか、コントローラーで。あー、綺麗だなー。あー、綺麗。こっち側から見るとすごい綺麗で、一応あれか、もうピカーンとなったとかもちろん大丈夫だし、そうじゃないところはまあ合わせることによって左上にあとどれぐらい汚れが残ってるかは分かるね。まあコントローラーでもいけんな。あ、ちょっとずつ汚れが取れております。はい。あー、で、ここがガンコな汚れに、あー、いや、これやっぱマウスでやりてえな。ここだ。ごめんね、汚れ確認するときにね、コントローラーの、十字キーの右を押さなきゃいけないんだけど、そこを押そうとすると間違って上を押してあの画面が出てきちゃう。はいはいはい。あー、頑固ですね。おらー、このね、ゴムの部分とかね、汚れるからね。洗車とかしてもさ、触るとなんか黒いのつくんだよな気になっちゃう、ほんと。おら、ビューティフォー。いきまーす。このスピードでいけてるかな。さあ、どうだ。あ、やっぱ上の、うーわ、残ってる。
あ、いいね。ここは、ここは何個？いや、大丈夫だね。おらー、あー、あ、いいですね。じゃあ次ここ行きますか。ゆっくりと、オッケー。うーわ、どこれ、お、食らいやがれ。大丈夫かな。あ、まだ穴が内側に残ってる、この野郎。大丈夫かな。よし、で、1段階しゃがみます。で、変えて一番広いワイドのやつで横に横に流すように、横に横に流すように。あー、ちょっと汚れが残ってるよ。えい、あ、いいね。あれ、あ、近すぎると、なにこれ、タルコフみたいに近すぎると、ちゃんと俺タルコフで説明したことあるよね。その長いもの持ってるとちゃんと引っかかるときは撃てなくなるよみたいな。なにこれ、タルコフだった、このゲーム。エスケープフロム戦車なのかな。いいぞー。頑固な汚れを全部落とします。汚れで困ったら音じゃかっこ称号かっこ閉じにご連絡ください。あれ、え、え、途中で消えたけど。えい、 97% まで来たよ。あれ、なんか優しいのかな。明らかに汚れが少なくなってきた。ある一点まで行くとティーンって言って終わらせてくれるんだけど、ほら、 98%。 OK で、向き変えて 99% 言って。え、 99% なのは分かったけど、あー、ここだここだここだ、アップね。イエーイ、新しい仕事利用可能。タブレットを開いて、はっはっはっは、俺の綺麗な仕方が分かるんだ。うはっはっは、横綺麗にして、向こう側は、向こう側が綺麗になっていく様が分からないんだけど。あー、すごい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 。上から綺麗にして、まあなんかぽいぽいな、これ。仕事の記録が残ってる。はい、ということでステージ1クリア。現状 BGM どうなってるのかな。あの、私がプレイしてる限りだと BGM ないんですけど、 BGM はあの高圧洗浄機から出る水の音、水が汚れを落とす音しか聞こえないんですけど、もうそれだけでも十分なんじゃないかなと俺は思ってますけどね。イエーイ、今回ので収入150ドルゲット。星の評価マックスで、漫画綺麗になったな。言っただろう、汚れの下には立派なものが隠れてるってよ。君がくれたものから余った100ドルをあなたに送金しといたから、生活に充てるといいよ。あと、ちょうどこの前新しいお隣さんにフェンス越しで会ったんだ。彼の汚い裏庭についてブツブツ言ってたから、君に連絡するよう伝えておいたよ。一人目の顧客ができたようだな。ありがとう、ハーパー。車をありがとう、ショー。よし、洗浄完了。次回は何を洗うのか、そこだけ見とく。お、裏庭洗浄ですね。もはや車ではなくなったら庭をきれいにするのか、裏庭を。はい、ということで次回お楽しみに。ほんじゃ、またな。あ、称号考えといてね、みんな。